チャオ、あちゃんです。今日、お刺身にするお魚ではないんだけども、マイカ、マイカ、ハリイカ、ちっちゃいマイカやんだけど、3尾で3キュッパ、これをね、さばいていきたいと思います。これ、12日やから明日までお刺身でいけんだけど、ちょっとね、1尾あっちゃん明日、これ明日食べたいと思うんで置いときます。で、今日はね、ちょっと一番大きいやつを買おうかな。大きいやつをちょっとさばいていきたいと思います。ミリは、ミリとあるといいんだけどな。まあ、さばいたつもりにしましょう。どうしようかな。とりあえず、イカは丁寧に扱うんでね、炭吐きよんね。炭吐いてもた、せっかくのお刺身が、それでイカがさ、とりあえず今日は1尾だけさばきます。はい、では今日のさばいていくお魚じゃないと、イカ、マイカ、さばいていきたいと思います。イカ何回かね、さばいたことあるので、ね、今ちょっとパーッと水洗ったんやけど、マイカをさばくときはね、まずね、こう取ります。多いからね、こうを切って、大きいのね、ハサミがあった方が楽やね。多いから、こうを外します。こう骨、これを外します。で、傷つけないように、肝を傷つけないように、で、足を掴んで、ここに置きますやけど、あ、炭袋ないかな。ね、あ、炭袋切っちゃったかも。やっちゃったかも。ちょっとね、これ真っ黒けになるから、気をつけんだかねえけど、やっちゃったかな、やっちゃったかな。ちょっと待ってね。やらかしたかも。もうまな板がえらいことになるから、炭袋やると、これを、うわ、やっちゃった、やらかしちゃった。どうしようかな。今日使わへんのよ、炭を。イカの炭は油性やからえらいことなんのよ。この辺はね、使わないことはないねんけど、今日お刺身にしたいからここだけが欲しいねんね。で、真っ黒なやつ。タコの炭はね、すぐ取れんねんけど、イカの炭はね、もう取れへんのも理性やから。あ、だった、恥ずかしいよ、イカの炭袋切っちゃったよ。まくれてるのよ、スルメイカはめっちゃ寄生虫が多いんやって。でも、コウイカっていうのは寄生虫がつかへんやって。だから安心してお刺身で食べられるって。なんでやねんやろね。なんか寄生虫のつく魚は全魚じゃないって、寄生虫のつく魚とつかへん魚。イカ買うときはね、コウイカは間違いないんでね、自分でさばけるんで。
ぜひぜひやってください。簡単なんで。あのイカスミは破らないよね。ちゃってね。恥ずかしいね。こうやって持ってくるパパも入ります。もうこれでね、綺麗なイカの身ができるんだね。うわ。汚しちゃいました。イラのあら汁を取っているな。何かとイライラさしようか。ことでこれでね、イカをさばくことになったので、その後ちょっと後で使います。トリミングをします。で、ここちょっと硬いからね、ここ取るんだけど、どうしようかな。もう一枚行こうか。ひっといた方が綺麗もんな。はい、で、これは、これいこうか。けど、おまけのお刺身、イカの盛り合わせ、はい、こんな感じです。イラです。イラのお刺身を、ちょっと鶏も骨入ってるわ。切りにくい。
どんな文字か食べてみようか。うわ、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。お刺身、油がついて切れんくなってイガとマイカのお刺身です。本音ありそうやな、この辺。あっちゃんが食べていきましょう。入っとって嫌だったけど、美味しい、おいしい。ということで今日はマイカとイラのお刺身といびき作ってみました。これで晩ご飯食べたいと思います。今日のあっちゃんのマイカのさばき方 と、イラのイラとマイカのお刺身引いた動画良かったよと思ってくれたら、高評価を応援コメントチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。冷蔵庫入れとこう。